ほっとけばいいんだよ、なんとけるんだから。お、今日は4本指だ、5本指じゃなくて、もう全部指、全部指。うん、またナイキ靴、うん、アグあ、アグでいった、うん、アグでいった、アグ、ほこほこ、うん。見てる方おるん？能書きだけは一人前でセンスないん？またお願い言うよ。何残ってんの？誰残ってんの？よくわかんないけど。うん？じゃ、そうなの？うん？違うよ。開けとかないと。うん。絶対一個そうと思ってんだよ。目が見えねえ。目が。一個そうと思ってんだよ。うん、すいません。はい、おお、味変 NK、 今日今度旦那と配信して確認させてもらってもいい？あ、いいですよ、いいですよ、声だけのっけてやりますね、わかりました、覚えてたら。うん、そもそもこの人経費に音が出る、誰？いや、俺もわかんない、NK は。会ったこともねえし。ましてや、俺の、関わったことも一度もないし。指、大丈夫かな？だいぶ細くなってる。も、あのよ、カット版の方がいいで、あの、バレーボールとかのやつの方が。うん、でもこれやとな、防水で手洗いも。うん、そっか、みんなそこは元気やな。青いの飲んでいい？青いの死にたいの、死んでいい、青いのを飲み、無駄に立たせ、やりもせずに、あ、やってる設定か。お、じゃあ頑張ってもらって。あそこに処方箋の袋があるんですけど、お前今俺のズラ取ろうとしたな、この野郎。後ろ向くから、この野郎、この野郎かわいいな。まだアホな子、もういいわ、後でキャプっときますね。今キャプっとこ、うん、待って、消しはったんかな、あっちゃうじゃん、うん、消さないよ、ここで見えてんだから、ここでキャプりゃいいんだよ。あ、うん、ありがとう、どんどん友姉の罪を重くしてくれてありがとうね、グーちゃん。友姉を伝える時にあの実害が出てるって助かります。それよりもっと実害が出ることしさせちゃえばいいんだよ。なんでそんなん言う、会うのやめてよ、マンションの住民に迷惑かかるわ。違う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 、そんなのな、な、うん、某の家なんか特定することなんて、うん、アンチにとってはもう面白くないんだよ。あ、違う違う、トモネが発表しちゃったから、違う違う違う、そんなことはすごく面白くないの。何が思うの？俺とお前がやってるかやってないかテーマだから。違うよ、マンションの話で実害出させたらいいんだよって。自分がじゃあ旦那に罰金払うってこと？そういう実害？何の話？俺とお前が、いや、そういうことじゃないの。この人気持ち悪い。貢いだことへの容認って何？やってるやってない関係ないよ。あ、確認させてもらうか。あ、ないでくさ、まだうちそんな認めてへん。恋愛関係、恋愛関係ですか？うん。きっそ。うん、まあ後で頭ぶん殴るかな、うん、なるほど、また蹴っ飛ばすから、うん、なるほど。決めてる坊さんも見たいです。二人の関係性興味ないよ、みんな。あ、そう、やってないわ、どうでもいいわって言われる、うん、恋愛の人興味ない。お前そここぼすなよ、うん、誰かさんみたいにケツでケツからダイブしてますよ。やらないよ、やめろ、やめろ、自分でダイブしたんテーブルに。
いったつい、おはよう。でも、またチェッカー来たよ、ほら。だ、薄いだろ？あ、薄くはないな。居酒屋の3倍ぐらい？ 2.5 倍か3倍ぐらい。もう酔うてるから荒れちゃう、感覚狂ってんじゃん。だからこれまだ買ってきてもらってもこっち開けなかったんだから。行った。ちょっと喧嘩してみてって、ギースケブロックして。ギースケが、ちょっと喧嘩してみてって。答えた。ごめん。まあまあ、今何時？ 6 時13分、うん。もうちょっとしたら終わろっか。なんで？やりたいの？うん。おお、ノーサンキュー。やってなくても信頼関係はできるよ。そうかな。まあまあ、やってなくてもっていうか、そういうことじゃないんだよな。じゃあ男女の友情からの信頼関係、それはない、うん、ない、うん。まあどっちかが好きじゃないとあんまり男女の友情関係ってないのね。ないな、うん。ジース、おはよう。イージーじゃない発言いただきました。ちょっと言ってよ。立つ。あ、立たない設定で、立たない。ちょっと待てよ。どっち、え、そんな中途半端にやってる設定、立たへんかったら差し込んでない設定にしますか。ちょっとどっち。もうやったな、やったでいいよ。もうやったらやったでいい。好きなんだからしゃあねえだろ。じゃあ好きでも立たへんかったら刺されへんやろ。刺さるってことは立つ。まあいいわ。もう重いのはやめて。あ、重い下ネタ禁止。おもちねえな、坊ちゃんは。さん、旦那に別れてくれって言えばいいじゃん。あ、そこなんだよ。別れてくれって言って坊ちゃんが俺と一緒になるかはありえないから。なんでありえへんの？ムカつくから。だっていつもイライラする、うん、この野郎ってなるじゃん。うん。うん。だって坊ちゃんがいつも怒るのって俺しかいないからね。うん。うん。ほぼ。なんで俺怒られんのかなっていつも考えるんだよ。また今日も怒られたよ、うん、会った後に帰り際とか、うん、それでずっと考えるんだけど、うん、また間違ってんのかな俺って。同棲は無理そうですまああの、なんていうの、部屋分けてな、絶対なんか殺し合いになりそうやな。うるせえよとかおめえよとか電子レンジ投げてくんねやろ。包丁と電子レンジの戦いやで。それは電子レンジは勝手にアンチが言った話で。投げたんは投げたんやろ。それはあの投げたけど、なかなか投げない。本人には当たってないの。なかなか電子レンジ投げへんって重いし、腕力、あんな腕力、背筋力いろいろいるから。いつもな、俺にな、飯食わせろだのこのって言って、うん、朝からうるせえこと言ってたから、うん、てめえでやれよっつって電子レンジぶん投げたんだよ。あ、前に置いてあげたんやな、電子レンジで作ってください。ああ、氷もそうやろ。はい、届けて。まあ一緒一緒だから氷も。おめえ氷一箱お前流しやがったな。言うたやん。うん、いい子、なんで、お前ガードしたらこれやろ。
君ら何でも配信やんけ、アホなん。オフね。配信は配信。配信切ったら坊ちゃんと俺の時間だから。まあ坊ちゃんっていうより佐野智則と磯部やめろってマリコの時間いたやめろやめろって本名はどうすんだアホザルちょやめろアホザル殺すよ殺さないで誰も羨ましくない。あ、俺が幸せだったらいいのよ、みんな。すごく幸せだから。うん。だって俺はめっちゃ幸せだし。なんかな？うん。どうした？俺今幸せ、俺今幸せって、なんか自分に言い聞かせるみたいに幸せじゃなさそうな時も、幸せちゃんとか言えへん。そんなことない。うん、ないよ。大丈夫。うん。大丈夫だよ。マリッペとかなあちゃんが言ってるよ。そう、ネイリストの友達そう呼んでくる。1歳年下で。自分さえ良ければいいですもんね。昔から。もちろん俺が良かったら相手もいいと思ってるからお互いだから。マロンちゃん傍若と喧嘩した時結構加古井さんも一緒に怒ってたのに嫌いな佐野さん加古井多いんじゃない。関係ねえよそんなの。いなくなれ。俺が好きになった女が文句あんだったら来なくていい。え、でもねえよ。しかしよ、なん？今日、母がなんで60人ぐらいだったの？そんなにニヤニヤで言うなって、そんなんな。じゃ、ふわっちは人少ないから、追加数と比べて人少ないから、うなちゃん違う、追加数は。やってんよ。キャスが60人ぐらいで、うん、なんか女と、うん、まあ囲いの女かなんかで、うん、恋愛対象の女かなんか知んねえけど、うん、頑張ってやってたんだけど、うん、なんで俺の気持ちを分かってくんないんだかどうのこうのとか言ってたよ。2時間半で60人あんな嬉しそうに言うん？ん？ 67 人ぐらいだったよ。見たん？ん？だから、某の配信が始まる前に、うん、バカ見ようかなと思って。うん。うん。めっちゃ嬉しそうにニヤニヤしながら言うやん。ひどい。あんなもん。ポコちゃんなんて1対1だろ。お前のポコちゃんなんて行くやついるわけねえだろ。お前、だってさ、まず、スタンダードなベースをまず作らなきゃダメだよ。配信スタイルのベース？うん。誰かと誰かと作り上げてからの、じゃない？リスクは作ってない。作ってない。うん。昔からあんな女言ってなかったけどな。昔なら。お互い焦ってんのかな。ちょっと待って、俺は焦ってないぞ。ちょっと待って、焦ってない。ちょっと待って、ちょっと待って。こっちだけ、マロン。ちょ、そ
こ訂正しといてね。うち別に焦ってないです。こっちだけ。ちょっと待って、あの人俺に三股かけられてた人だから。そしてあの人の貯金は俺全部使った人だから。それ自慢するとこ。フェイフェイフェイ、ピッチャービビってる。フェイフェイフェイ。例えばね、まあ元カノにそう言われてどっか焦ってる今。ああ焦ってない。マリコがいるから大丈夫。あ、またたかろうと思ってるんですか。いやいや、何、いや何、ちょ正直に言って。たかることはもうしないでね。もうしない。前の彼女とかその前にはしてたってこと。プル、俺プルヒモだからっていうの聞いたことあるんで、なんかもらえるものはもらうけど、もうもらうこともね。ちょっと待って、しあさって何に焦って、うち何に焦ってる。しあさってじゃねえよこれ。じゃあ明日明後日やからしあさってって呼ぶね。ああうち閲覧も焦るけど、それ以外何も焦る。あとこっちもありますわ。いや、いやなの、うん、モテないって女子に言われてんよ。あ、俺に、あ、俺が20代女子にモテない。あ、俺はモテねえよ。うん、便所太郎様来ました。本物だと思います。おいちゃんおはよう。まあ便所太郎は俺の中では戻ってくりゃ自分でやれやいいんじゃね。配信？それは自分で戻るんだったら戻ればいいんじゃない。俺はもう切らねえ、あ、自分の自枠はね、何があっても切らねえって決めてるから、うん、うちがなんか1ヶ月休むくないと絶対休むなとか言ってたの。うん、なんで休んだらあかんの。ダメ。なんで。絶対ダメだ。なんであかんの。休むはダメ。離れていく、人が離れていく。なんであかん。その間に取られる他の人に。うん、ちゃう。誰も取らない。離れるっていうか、うん、少しちょっとここのとこ辛いから、うん、配信休むねって言って、うん、じゃあ次いつぐらいって言わせるぐらいに追っつけりゃいいんだよ。うん、やだ、マロンちゃん便所に噛みついてる。マロン、まあ便所の件に関してはお金が絡んでるからな。それをクリアにしてからの話だろうけど。小泉いらっしゃい。おはようございます。そういえば横山みどりがツイキャスで配信したときに便所太郎になんか書類見せろって、なんかその話ずっとやってはったで。何分か短い配信時間。ねえねえ坊ちゃん、おみじゅう入れてきてお湯ぶっかける。なんか言ってた。28分中の、うん、10分ぐらい使ってる。寒くない。うん、うん、そっちは寒いんだから。あ、出て開けとけばいいんだよ。うん、なあちゃん、聞きたいことがあって。佐野、いい加減目を覚ませ。覚まさないと思う。うん、 NK さんは俺のプライベートに1ミリも噛んでないんで、そうやって
何か俺に指示を出すことはやめて。ごめんね。あなたが俺に対して佐野になってこうでこうでって俺やってやってんだよって言うんだったら、おおーってなる。ないだろ。あんた、俺なんかした？なんかしたんかよ。なんもしてねえだろ、バカがよ。パー太郎がよ。お前とは向き合わねえよ。じゃあブロック入れるから。クソがよ。何に怒ってんの？え、抜け。もう。もううるせえんだよ。うん。うん？かまってちゃんにがっつりかまってあげて。ごめん。ああ、いいよ。うん。こっち。うん。まんまんまで入れたら遅いんやろ？でも、まあまあ、2分ぐらいで泡が開くよ。これ、あかん、今画面とアップで映って大丈夫。誰が？うん。9。9。金払い、この野郎。1回500円ぐらい払い。うるせえよ、この野郎。NK ざまみ、見さらせな、め。涙っけよ。こんなのどうでもいいから。ごめん、これ上下カサカサうるさいな。ごめんって。ごめん。カサカサ。やばいの切る？お、やばいのです。あ、あれあれ、ほら。あっちの、あの、わかった。パパの。めっちゃ。マジでこれ、真っ黒で。見て、全身真っ黒。どっちの、あれ。じゃ、熱い。おっぱい。おっぱい何？崖っぷちだよ。見えた？見えたよ。見えたよ。絶対金払うよ。やめれや、それ。もう、寒くねえのかよ。どこの？どこのって犬の、カールの。うん。そこにあるんじゃないの、これ、ここ。あ、うん。はいはい。はいはい。タリスみたいな、あ、そっか。まあ、そこはリスナー同士で喧嘩してくださいよ。私は知りませんから。まだ。ちょっと待って、さっき出した、さっき出した。え？ちょっと見てよ、さっき入れてたって。ほら。あ、そう。じゃあもう、もう止めて、うん。もう、10で入れて。ちょ、ちょ、画面映る、画面映る。画面映ったらいいじゃねえか。危なくねえよ。熱そう。ちょ、熱いし、しかも濃いそう。うん、濃くないよ。ほんまに？うん。なあちゃん、少し寝ます？少しがどうなのかは知らないけど。俺ももうね、今6時半だろ？うん。寝るよ。もうちょっとしたら。おやすみ。俺寝るっていうよりも。やめろ。寝か、なんとか寝かしつけ。これもうもっと、もっと濃いめにつくてベロベロにして帰らないと。俺、それは、薄いと思う。あ、うん、さっきと一緒ぐらいか。うん。ちょっと濃いか。家来て映らないとか。じゃあ、ドアップ、フィルターないから、耐えれない。フィルターなし耐えれない。なんかないんかな、このカメラ。ロジクール。これはロジクール。どうなのかな。俺いつもこんな感じだけど。ロジ、あ、ごめんごめんごめん。おかるさんいないから。何言ってんのかな、この人。あ、ギースケ、そういう関係ないことここでごめんやって。そんなん関係ないから、いてもいなくても。ごめんごめん、関係ない話です。
うんこもなさんでね。うん、大丈夫よ。濃いやろ、ちょっと濃い。いや、そうでもない。さっきと同じぐらい。同じ？すみません、あのね、俺ギースケにいつも言うんだけど、あんたってかまってちゃんの極みなんだよ。なんかかまってほしくて嫌味なこと言って、それで責められてごめんなさい、それがいつものパターン。これマサも一緒。そうでしょ？違うの？ねえ。な、マサとギースケダメで、なんでエクソはセーフなの？一緒ではない。いや、エクソもセーフじゃない。あ、セーフじゃない。とか、アウティ、ごめん。そうだろ？そうか。うん。夫人が甘やかすのが悪い。さっさと切れ。うん、なんで犬系に言われなかんねん。うるさい、お前だけやろ。死ね。まあ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 、俺の感覚で言ってるだけで、うん、うん、あの坊ちゃんがどうしてるのかとか対応をね。うん、インターネットは、まあ、どう流れていくのか分かんねえから。今この先、うん、ただ俺とお前の心もどうな流れていくかわかんないけどな。そうですね、一発やるとあの訴えられて終わりですお金ごとです。うん、うん、おお、グルド、おはよう。そうよ、だから結局な、ギースケって配信なんだポコとかやっても人が来てくんないから、やめますやめます。でよその放送来て細いコメント打って、僕は承認日誌、あの認証承認欲求が多くて、でもお前面白くないんだよ。だからダメなの。だってよ、考えてみ、今日香川なキャスやってる数字は61人だったよ。フワッチ充電だ。キャスで 60？ うん。キャスで60はないやろ。フワッチじゃない。うん、え、同時配信でキャスは60。2時間半。じゃあうちのとこにコメントした時ふわっち言ってたけど、キャスで60。うん、わ、厳しい。なんでサブアカじゃない、あのバブアカって書いてる方じゃない。うん、どっちでもいつものことです。え、ほんのちょっと前4桁言ってたのにそんなに減る。さあどうなのね。だからあまりにもみんなに金くれ金くれだったからじゃない。ちょっと待って、ごめん NK、 そんなんやったらもう旦那の声乗せへんわな。しょうもない、お前のために旦那と配信する必要ないから。お前が治療くれやろ。さっきしょうもない言い訳してた人か、飲み会の、うんうんうん、ああ、うん、しょうもな、含まれてた人。ごめん、話しようと思う。うん、でもこんだけ取り上げてあげるってことは、ギースケに人流してあげようとしてる。うん、ギースケはセンスがないからダメだよ。マサとエクソは喧嘩モードに入ってるからダメじゃない。昔のノリってこと。うん、やっぱり、そういうのは無理じゃないかな。ああ、来た、ひらかた人、ひらかた人、ゆりこちゃん、ひらかたの47種類、46種類、いらっしゃい。
藤井も家帰ったら佐野ディス配信する？そうそうそう、いいのいいの、それはもうあんねやろよって。じゃわざとちゃうで、ムカつくから、ムカつくことなかったな、うん、でも坊ちゃんはあのムカつく人はただ一人だけだから、うん、俺だから。他はムカつかないらしいよ。うん。不思議と。ムカつくってあの、好きの裏返しやもんな。いや、知らない。知らねえよ。うん。私、いじめられてると思うわ。リスナーやめろって。誰に？なあちゃん？リスナーやめろやって。ボンタおはよう。うん。今日も怒りながらももーちゃん帰るから。うわもうあの、全部ホヤ解凍して、シンクに。やめねえや。ホヤ 1.8 キロ、シンクに埋めて帰る。起きたら臭そうやろ。もうここ入れるぞほや。いやもう死ぬ、なんか臭がりそう、病気と間違えそう、うん、匿名だけどブロックしたけど多い。あれ匿名のブロックは意味ないな、俺はよくわかんねえんだけど、おめえなんか誰かに聞いてやってみたけど、まあ、そうそう意味ねえじゃんみたいな。ブロック連射したらそのうちほんまにブロックになるって言ってはったけど、うん、ほんまかどうか分からない。実験できへん、うん、あの縦でうんうんって言う人やってみたけど、ほんまに消えたけどな、って言うやったな。ほんまに消えたか、検証してんだろ、うん、うん、でもさ、うん、この時間帯は意外とみんな暇なんだな、逆に。出勤前の朝ごはんとかじゃなくて？違うよ、出勤前に俺の放送見るやつなんかいやしねえよ。中には何人かはおるやろ、わずかにおるかもしれない。どうかな。何人もいるみたい。おはよう。俺が差し込んだ時そう言うたから、その後からこの人登場した。もう差し込んだんだからもうしょうがねえだろうよ。うちそんな変な声出してへんって。うーって言ったじゃんかよ。録音しといて言ってない。ああ。うん。うん。うん。言ったかも。そんな汚い声じゃない。そんなドブ声で言うとか。うーさあーに、あーとうの間ぐらいじゃない。うん。抜くときが、うーだから。それはだから先ほども、あの、字幕で話してた通り、上手な人限定よ。いや、俺はうまくないよ。今度言うこともないよ。うん。冷やかとおいで、ゆり子。転がり込み作戦。独身、あ、この前であっさ離婚成立って言ってたから、もう離婚されてる。違う違う。ゆり子ちゃんは、坊ちゃんにおいでって言ってんじゃないの。うなちゃんに決まってる。嫌だよ、俺、坊ちゃん。あの飲み屋に誘われてたよ。嫌だよ、俺、飲み屋なんか行かないよ。ほんだ、一緒に行こう。3P の。嫌だよ、もう。ゆり子、マリコ、トモノリ。俺、ちょっとあそこにさ、青い錠剤、飲んでいい？今から。だ飲んで、平方行ってきたの。お前、また、ちょび毛生えてんだろ。ゆり子様。ゆり子様、あの、お手数ですが、下の毛そっといてくれとの要望、要請です。いやいや、俺は別にどうでもいいんだけど、剃らなくても、それはそれでいいんだけど、俺がそういうのが好きだから、っ
って言うと、そういうのに、うんって言ってくれる人が好きなだけ。わかる？自分がこれ好きだなって言ったら、それに合わせてくれる人？うん。うち真反対やな、ごめん。俺がアナルを舐めてくれる人が好きだなって言って、舐めてくれる人が好きなだけ。舐めてほしいわけではないんか。試すってこと、いちいち。これやってって。一般的に嫌がるであろうこと。違うの。違う。この人のことを、うん、汚いと思わないっていうことなの。ああ。わかる？全部受け入れてくれるかどうか、うんうん、そういうことよ。結局それ試してるやろ、相手を。ちゃう？だってもともと何にも、だってこんなじじいさんには何にもないじゃん。だからゆり子の家へゴー。どこだよ。やめれや。ちょっと待って。何？おやめて、人の足に兵ぶっかけないで。身が出たらどうするの？不発？危ない、うん、危ない、うん、こっちかけとけよ。もういつももっと甘えたなんて自分がだろう。京阪電車の乗り方わからんやろうから、平方無理やろう。あ、俺はタクシーで行くタイプだから。こっから平方高そう。そう？平方ってだってどこ？平方でしょ、うん、遠い。はい、ブロックでーす。それよう言われんで、中学生の恋愛かって。あー、ブブー、後で解除しときます。ブロックしてもこの会話見れんねんで、動画も。うん。あかん？うん。じゃあ、だってブロックしてもコラボ上がってきたよ。うん。ああ、別手段。なんか知らねえけど、サブアカでも入れてんだろ。サブアカ？何してんの？よし、マリちゃん。今何時？6時45分です、ね。よし、7時に終わるか。7時？うん。どんだけもう一個だよ。2個買ったの。これ美味しいから。うん。うまいやろ。まだ食ってない。食えよ。早く一個。え、かっぱえびせんさ、硬くて。かっぱえびせん硬いの。それはいいから自分食ってみろよ、まず。ほら。こっちの方が高い。あ？森友来たよ、ほら。おはよう。ほら、森友ずるいんだよ、これ、ロムってずーっと見てて、延長になるかならないかのギリで来るんだよ。延長上で、延長させる延長上。ああ、くっさいよね。チンタもいらっしゃい。俺はね、いつも怒られてんだよ。だってさ、坊ちゃんってさ、うん、他の人には、うん、怒ることってあんまりないけど、うん、俺には相当怒るからね、うん、あの野郎って。怒っても許してくれるって思うからやろな。そうかな。まあまあ、俺はああまあしゃねえなって思うけど、タレス？これうまいだろ？うん、うん、
ぼーちゃんほら酸っぱいのは意外と好きだから、うん、でもあのファミマとブニャブニャの柔らかい、ああ、あの甘い方か、ちょっと、ね、種なしのやつな、うん、旦那の朝ごはんは勝手に作りやがるんだよ。朝ごはん作らない、休みの日は作らないよ。むしろ旦那が作ってくれるよ。うん、まあな、いろいろあるからな。梅焼酎、いや、ちょっとそれ現役だからまだ入れてねえから。うん、次作るんだよ。ちょっとまだ酒入れてへんって、これも。うん、だからここに入れんの。わかった。うん、うん、うんうんうん。塩味のお菓子が酒のおつまみにいいね。でもね、それね、リュウジ、翌日むくむぜ。なあ。そんなに梅干し当てに酒飲めん。あ、塩味っていうよりは塩分の濃度が濃いやつは むくむ。うん。うん。塩は水分取り込むから。うん、そうだよね。塩はそこの塩は。その塩よ。熱くないよ。ここが熱いから。え、うん、もっとこっち来いって言ってんだよ。寂しいの、うん、寂しいの。聞いて、これまた頭蹴ったら怒られるんだよな。いや、怒んねえよ。うん、おじゃあ顔面時代からの至近距離やと余計でかなの。隠してんな。隠敵が隠してるよ。言って。あ、ちょっと待って、ちょっとずれ。ずれたじゃねえかよ。叩いたから。もう。まあでも、指示は終わるよ、今日は。なんで？え？なんで？別に何時でも。すんげえ、この野郎。おい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。なんではないだろう。うち、あれやって、その片付けはしてるときに。おい。この野郎。このタレスって佐野さんの。右で何ですか？知らない。関わったこともないし会ったこともないんで。夫人興奮すんなよって言われてるよ、猫又に。すいません、すいませんでした。だから俺いつも言ってんじゃん、これはセンターじゃなくてちょっと脇がいいの。脇がいいの？あ、だからもしくはこのエリアだったら逆側の方がいいの。分かった。じゃあ、だってもう髪の毛ゴリラみたいになってるから、こっちね、こっち、あ、ちゃちゃちゃ、こうね。うん、だからこっち側に。分かった分かった。こう？うん、うん、もっとよく。うん、うん、おうん、回していい？誰の？いいよ、俺のは。別に棒がやるんだったらいいよ。やめとく、変なことになるから。いや、ちょやめとく。いいよ、やりたいんだろ今。ぐーっと熱い気持ちが上がってきてんだ。やめて、そのやりたがるババアみたいな設定。ほんなんやりたかったらマサトカとやってくるわよ。違う。あ、そういう意味。このこれ、あのウィッグをどうするこれみたいな。あ、直してもいけてる。直しても生きれるって。違う、回してもいけてんの。なんでや。え、これ全方向これなの。ちょっと待って、回したのにいけてんで。
あ、これはあかん。こっちが後ろや。もうやめよ。ごめんね。ごめんなさい。ごめんなさい。なんだよ。なんか違うけど、まあいいか。まあいいや。うん。っていうかさ、うん、あのウィッグとあそこのウィッグは買ってもねいいかんな。じゃあそこのはおじさんで、こっちは、うん、なんで？いやだって、うん、俺は別にウィッグは自分で決めたのを買うだけだからセンスがいいから。あれ持って帰るわ。いやあのホスト風使えへんの？あっち使う？どっちか置いとくから。あれなんか歪んでんね。もっとちゃんとかぶせてほしいのに。何これもっとちゃんとしてたのに何こんなのしてんの。こんなんちゃうかった、こんなんちゃうかったぞ。なんでずれてんの。なんだかんだ言ってそれ女子ウィッグだったんじゃない。男子もかぶるって見せない人が言った。いやー騙されてる、騙されてる。ちょっと色変えたい時あかん、うん、あかんの。分かった。それは、うん、やられた な, なこれ夜見たら怖ない動き出しそう。マネキン早くこっち来いよ。もうあおいでブーン。もう夏とかもう私はゲイですとかもう面白くねえから。